弟子自慢、佐藤功績。私にどこかうまい釣り場へ連れて行ってくれと申し込んでくる人があると、私はその人を自分の弟子の数のうちへ勘定する。だから、私に師匠が押されるのを嫌だと思う人は、私のところへ同行を申し込んでこない方がいい。しかし、そうであるからと言って、 むやみに私は先生顔をするわけではないのである。君、僕は人に釣り方を教えたり、うまい釣り場へ案内したりするほど釣りは上手じゃないのだよ。誤解しちゃ困る。釣りは一生の研究だ。これから一緒に研究しようじゃないか、と謙遜するのが常である。だが、うまく教え込んでやろうと思うのだ。 そして、また一人弟子が増えたかと思って、内心ホクホクする。一昨年九月の初めに、一人弟子が増えた。その新弟子は、小説家の伊武瀬マス君である。私が、明日の容疑者で、甲州の藤川へ、鮎の友釣りに行こうと考えて、竿や背負い袋などの整理をしていると、久しぶりで、 イブセ君から手紙が来た文面に自分はこの夏からあゆ釣りを始めたけれどそれは要するに自己流であるからまだその妙味を得得できないところでこれから正式にあゆ釣りの方を習いたいから機会があったらどこかうまい釣り場へ連れて行ってもらいたいと書いてある一体釣りの弟子には 人の想像以上に手がかかるものがある。道輪を針から重りぐるみ引っ切られたから仕掛けを新しくこしらえてくれ。餌のミミズを指で触るのは気持ちが悪いから針先へつけてくれ、のと随分と煩わしいものだ。だから自分一人で静かに釣りを楽しもうという人は同伴の申し込みがあると 性よく断るのを常とするものだ。ことに、あゆの友釣りの手ほどきなどは、よほど手数がかかる。教える方に根気がないと、せっかくの新弟子に教を催させるまで導くことができないものであるから、私も友釣り入門の申し込みがあるといつも慎重にしてきた。けれど、いぶせくんの人柄は、 釣り人風にできている。あの人の小説や随筆を読むと、どことなく調達的なところがある。あの人ならば教えがいがあると思った。そこで私はイブセ君の手紙を読み終わるとすぐ、自分は妙屋の遅い汽車で藤川へ行くことになっている。いい機会だから、もし都合がよかったら、 東京駅へやってこないかと即達で書き送ったのである。もっとも、いぶせ君と私と二人で釣りに行くのはこれが初めてではない。八九年前の真夏に、甲州北駒郡マストミ村のラジウム温泉へ二人で旅したことがある。その時私は、山マメ釣りの竿や道具を持って行ったから、 金峰山の中腹から流れ落ちる塩川をあさってみた。そこで私はいぶせくんに餌取りをやってもらったのだ。いぶせくんは上背が低い上に小太りに太って色白であるから豚の子のように体の格好がコロコロとしている。それが大きなお尻を宙へ向けて川背の中で四つんばいとなり、 餌の皮虫を取るために底石を剥がし灰回るのであったから、その気の毒なほどおかしな眺めに思わず吹き出したのであった。だが、ラジウム温泉の食い物があまりに粗末なのにへきえきして、ろくにヤマメも釣らないで二人はそこを逃げ出したのだが、帰り道に相模川の寄せで私はあゆ釣りをやり、 イブセ君には、早釣りを教えたのだ。ところで、イブセ君は、運よくも、そこで十二三尾の早を釣ったのであるけれども、どういうものか、イブセ君は釣りに今日を完全ぬらしい。その後、しばしばイブセ君とは会うのだが、イブセ君は釣りの話を口にしたことがないのである。かえって私はそれを、 世話儲けが減ったと思って喜んでいた。ところが図らずも、いぶせくんから今回のような手紙である。あゆつりに志したとあらば捨ててはおけない。一番大いに指導してみようという師匠心が湧いて即達郵便となった次第である。翌晩、約束の通り東京駅のホームで落ち合った。 いぶせくんの持ってきた道具は、船竿に、とあみに、水メガネだけである。まことに意外なわけだ。記者の中で、あゆ釣りを始めたというならば、何かもう少しあゆ釣りらしい整った道具を持っていそうなものではないかと聞いてみると、いや、釣り道具屋の親父があなたのあゆ釣りにはこの船竿で結構であるというから、 その言葉に従ってこれにしている。とわみの方は釣りの方がうまくいかなかった時に一かぶせにかぶせるつもりでいる。だが、どれにしても今まで伊豆の河津川や西名川、それから相模川などでやってみたけれども、なかなかうまくいかない。そこで君に入門の申し込みをしたわけだという。 よし、やむを得ない。持ち合わせのないものを汽車に乗ってからとやかく行ったところで始まらない。釣り場へ行ってから、友釣りに必要な一切の道具を工面しよう。明け方、身延線の東島駅へ着いた。東島駅の地先は藤川の中流である。中流であるというが激流だ。 甲州の山奥、駒ヶ岳の方から出てくるのが釜無川。拳ヶ岳の方から出てくるのが笛吹川。この二川が、梶じ沢の地先で合流すると、流れはがぜ大河の姿を表して、岩を噛む激端に、ようみさえも感ずる。そしてこの本流は、そのまま、白竜のような僧帽で、東海道の岩渕から、 太平洋へ投ずるのだ。藤川の鮎は大きい。いつの年でも、真夏の頃には、上流の大島瓦、美信、裸島、天神、梶川沢など、秋の落ち鮎の頃には、下流の稲子、芝川、岩淵などで、一尺に近い力強い鮎が釣れるのである。 その中間にあるのがこの東島だ。毎年9月初めには竿を折るほどの大物が針にかかる。ことにこの年は鮎の育ちがいい。もう7月の頃から上流の方で5、60門目のものが釣れたのであるから、今では7、80門目から100門目以上の大物が 我々を驚かすかもしれないと言って、私がこまごまと川の模様を話すと、いぶせくはメガネの底から丸い小さな目を見張るのだ。駅前の釣り宿で主人からいぶせくの使う手箱、おとり箱、通いつつなど、友釣りになくてはならぬ道具を借りた。竿は、 持ってきた長さ三軒半の船竿を使うことにしたのである。まず私から始めた。下手が白い飛沫を上げて荒瀬になる肩の少し穏やかなところへおとりあゆを引き込むとすぐむずむずと来た。しなやかに右輪へ引き寄せて手編みですくえば、これは三十文目ほどのものであった。 そこで私はイブセ君におとりあゆの鼻の穴へ鼻管を通す次第から竿の持ち方、足の運び方、あゆがかかった時の気の持ちようまで司祭に説いた。その時の私の気持ちは大いに師匠気取りであったことだろう。イブセ君は小学校の子供のようにつつましやかに小さくなって聞いている。 おとりあゆを仕掛けの先端につけると、いぶせくんは、例のへなへなの船竿を持って、右輪の右の上へ立った。はじめてのともずり姿としては、なかなか身のこなしがいい。師匠の教えをよく守っているためだろう。すると、まもなくである。竿の先が、風の日の枯れくわの枝のように、 二三度動いたかと見ると、竿全体が丸く曲がった。引く引く。いぶせくんはずんぐりした体をよちよちと下流の方へ引かれてゆく足元が危ない。でも、とうとう岸近くへ引き寄せた。及び腰のへっぺり腰で危なかしい手つきで手編みを操って、すくった鮎を見ると、 いぶせくんもわたしも驚いたのである。まず、六十問目はあろうという大物だ。かけばりが背びれの付け根に刺さって手編みの中で狂っている。いぶせくんの手先の震えはなかなかやまないのだ。騒ぐ鼓動をようやく沈めていぶせくんが言うに、僕はこのまま竿を持って、 荒瀬の中へ引っ張り込まれるのじゃないかと思った。今までアユの毛針釣り,りやとわみを何十回となくやったが、こんな調子の教師は初めてだ、と笑うと丸い顔が一層丸くなる。それからまた同じ場所でイブセ君の竿へ来た。これは四十問目のものだ。 船竿でも馬鹿にできませんなあ、というわけで、次第に自信が出て、深い流れの中へ立ち込んでいった。ところで、とうとう、伊ぶせくんは、おもりを石の間に挟まれてしまった。竿先へ力を入れてもなかなか取れない。無理をすれば、おとりあゆぐるみ、道はが切れてしまう。そこへ、 私が駆けつけ最後の手段を教えた。僕が竿を持っていてやるから、水の中へ潜って行って、おもりを取ってきたまえ。けれど、おもりの引っかかっているところの深さは七尺もあるだろう。それでは君の背が立たない。藤川の流れは緩やかに見えても水に力がある。 潜った途中で必ず体が流される。だから体に重みをつける必要がある。それには二貫目ばかりの石を抱くことだ。右手に石を抱いて目的のところへ頭を下にして潜るんだ。やれるかな結構すると答える。その勇気には感心した。真っ裸になって 大きな土石を抱いた。尻が大きく腹が出ている。おもりが引っかかっている傍らまで歩いて行くといきなり頭を下にして潜った。石の重みで沈んで行くのが澄んだ水にすいて見える。河童の潜水に彷彿としている。ついにおもりを石から外して おとりあゆも無事であった。水底で膝頭を石についたものと見えて、皮膚から血が滲んでいる。それよりひどいのは腕時計だ。潜るとき腕から外してゆくのを忘れたからめちゃめちゃに壊れた。石を抱いておとりあゆを外しに水を潜れば、友ずりも一人前だ。大いに善と有望だ。 と声を上げて短笑すると、これから大いにやると言って、頭から滴る水を拭きながら切ない顔をするのである。何にしても私は将来甚だ見込みのある弟子を得たものだ。命知らずというほどの勇猛心はいらないが、水を恐れるようであっては友ずりは上達しない。 入門第一日目から石を抱いて水を潜るような釣り友達は、私も多年鮎釣りをやっているが、はだ珍しい。この日、いぶせくんは大ゆを七尾かけて五尾鮎箱の中へ収めた。二尾は逃げられたのである。この分ならば、来年のいぶせくんは凄まじい腕を振るうことであろう。